開幕まで1週間のこの日、練習に参加していない3年生がいた。尾崎健之丞君。彼がラグビーと向き合った3年間はとても厳しいものだった。2年の春、練習中に左膝前十字靭帯を断裂。手術をし1年をかけ完治。しかし復帰わずか1週間、悲劇が襲った。右膝前十字靭帯断裂。その時はもう悔しかった。全然立ち直れなかったです。もう手術では間に合わない。それでも花園への夢は諦められず、右膝を固定して練習を続けた。第一列でスクラムを組んで、本当に頼りになるプロップになってくれてたと思います。本当に花園でプレーすることだけを考えてやってたんかなと。しかし思いは届かず、今度は半月板が損傷。プレーヤーとしての夢を諦め、チームを支える道を選んだ。これまで怪我ばっかでチームに何もできなかったんですけど、それなのに僕を最後まで連れて行ってくれて、感謝の気持ちと嬉しさしかなかったです。いつ言おうと思ってるの？その花園の前の日の夜の時に言おうと思ってます。そして開幕前日、花園とか連れてくれて何もできてないけどありがとう。もうしんどい場面やったら、もう俺の方を見てくれたら、もう全力で声出して応援してるから、このチームで長くずっといたいから、どんな苦しい場面があってもみんなでワンチームやって頑張っていこう。で、健之丞もグラウンドには立てないんですけど、3年生として最後にやりきりたいと思います。たとえプレーすることは難しくても、最後は3年生全員で花園に挑んでほしい。そんなチームの思いを背番号16のジャージーに込めた近大和歌山に、前半4分、三重代表の浅家が襲いかかります。さあ外に上がっているか、スピードを上げた太田、トライやった、インゴール、先制トライ。さらにもう一本トライを奪われると、前半17分にもプロップです。そして6番平野、右隅。ベンチから懸命に声援を送る尾崎、その思いに応えたい近大和歌山ですが、浅家のディフェンスの前になかなか突破口を開けません。3年生の桑原がキックを見せますが、トライにはつながらず。それでも前半25分、再びボールが桑原のところへ。キックです。左オープンへのキック。12番入った。花園の舞台で見せた渾身のビッグプレー。3年間共に戦った仲間への思いを込めて、浅家に食らいつく近大和歌山。アングルから勢いを飛び込んでまいりました。空を持っていくのか。敗れはしたものの、まさにワンチームとなった姿を見せました。やっぱりこう花園で勝つっていうのは難しいなと思った、やっぱり一番偉大のは
これを分かってる1年生お前らしかおらんねん。これを受け継げるんはこの3年生の思い、この3年生の表情、やりきったやつ、やりきれなかったやつ、それをしっかり見てこれを今後につなげる。何が一番喜ぶかって、お前らがそうやって勝った時、外から剣の城は声出してたやん。最高やん。さっきみんなの試合見てたら3年生全員いっぱいできてるし、最後まで全員やる気あって集中力切らず頑張ってます。手作を見て僕はめちゃくちゃ嬉しいです。僕はもう3年ラグビー全然みんなとできなかったんですけど、ほんまにこの舞台に叩き上げてありがとう。3年間すごいいい思い出ができました。本当にありがとうございました。